皆さんこんにちは。こんにちは。ミキ村田です。はい、2回目。はい。何行きましょう。2回目は、はい、サーブ行きます。早いね。今回早いね、サーブ行くの。ちょっとサーブ入れときたかったんで。なるほど。はい。今回は、激遅、激身近の縦回転サーブです。はい。激遅、激身近。激身近の縦回転サーブ。縦回転サーブ。やっていきます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず見ていきましょう。はい、レノゴト君。じゃあまず何も説明せずにじゃあ。オッケー。まずいきます。オッケー、オッケー、オッケー。おお、いよいよ。マジで激おそぎ技術家だ。はい。はい。はい。またちょっとね。また難しそうなやつかね。はい。これ、はい、小林さんがこの激おそぎ技術家の下回転サーブ、はい、を出そうと思った理由は何なんですか？あ、そうですね。はい。これも、例の、逆転の発想ですか？逆転の発想からたどり着きまして、はい、まあ、ずっと大体あの一般的に動画で出てるようなサーブ、うん、バウンド速い方が分かりづらいですと、うん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 、絶対に言うと思います。球足速くしろっていうことを言うんですけど、実はあの僕、まあ、戦型とすると、はい、オールフォアに、はい、まあ、近いフォア主戦で戦ってるので、はい、速く出すと早く帰ってきた。間に合わんと。時間が欲しい。そこから生まれたんですけど。なるほど、なるほど。はい。あの、ゆっくり飛ばせば、当然自分もゆっくり、うん、準備する時間があると。うん、まあ、両ハンド使える人はいいですよ。早く対応できるんで、うん、いいんですけど、どうやったら時間稼げるかなと。思って、たどり着いたのが、この短い。激遅で。激遅で激短の縦回転。なるほど、なるほど。を、やっぱ出した方が、まあ待てたんですよね、うん、一回出してみたらどうだろうと思って。そしたらできたか。そしたら、まあ、でき、まあ、できたのは分かるんですけど、試合で使って効くかなと思って出してみたら、うん、思いのほかこっちに余裕が、うんうんうん、自分のプレーに合ってたということで、あのもう今は結構主戦で使ったりするんですけど。なるほど、なるほど。これは多分、はい、あの早い方がバレにくいっていうのをはもう度外視したサーブですね。はい、そうですね、はい、分かってていいです。そうそうそう、回転のコースも分かってていいです、ね、うん、フォア主戦の人に使ってほしいかなって思います。うん、聞いてみましょう、出し方。はい、ね、はい、じゃあサーブだから、はい、分かりやすく横からいきます。はい、そうですね。はい、じゃあ聞いていきます。はい、下回転の書き方はムラジラボ最初の方に教えてくれたじゃないですか。はい、あの書き方ですか？もうあの全くあの書き方です。これですね。はい、これですね。これですね。手首を使いすぎずにで、もう使わないで切ると。はい、じゃあそれ見てください。はい、ね、今回はもっとコアな逆転発想ですから。そうですね。いかに短く遅く出すかっていう説明しましょうか。はい、はい、そうしましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。遅く出そうとした時に、勘違いしてしまいがちなのがですね、やっぱり下からかけちゃう。あ、下からこうやってかけようとする、上に飛ばして前に行く力を少なくするみたいな。そうですね、ね、はい、もう一般的には多分皆さんこれじゃあ最初にやってくださいっていうと、みんな全員が多分こうやってやると思います。はいはいはい、下からすくい上げるような、うん、はい、そうすると高くなりますね。なりますね。高くはなります。当然高くなっちゃいます。はい、なので私の切り方、上から切ると。そうですね、はい、はい、いう切り方をしてます。これに関しては上から切るんですけど、イメージとすると前に飛ばさないでください。うん、うん、もう真上向けたままでいいです。ラケット真上向けたままでいいです、うん、このまま切るんですけど、うん、ボールを前に飛ばしてしまうと当然早めのね、はい、うんうん、早いサーブになっちゃいます。なので 切るところ、切ったらボールを落とすようにします。そうか、はい、ちょっと今整理してるから、はい、整理してください。当たったラケットよりもボールが上に行かないようにします。あ、このインパクトしたラケットよりも、まあ実際には多分上がってると思います。そうですね、実際に上がってると思います。ただ力の方向ですね、うん、上から下にというのは体重移動ですね。上から下に下に上げる。
今ちょっと分かりやすくやったのでちょっと上に飛んでると思います。うんうん、はい、飛んでます。これをなるだけラケットより下に下がるように徐々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 に、これだけ上から振ってるのに、そうですね、前には飛んでない。まあ体重移動は結局上から下に来てるので、ボールは下から飛んで上に上げれば上にボールが上がっていっちゃうので難しいんですけど、うん、僕の体重移動は上から下に下がる体重移動してるので基本的に前にもあんまり飛んでない、うん、だからラケット上向けたままでいいです。上向けたまま、まあ、さあ切るんですけど、このラケットよりボールが上に飛んでいかないように来たよ。おお、下にね。はい。お、いいじゃないですか。いいじゃないですか。今いいじゃないですか。かなりいい。これ長くなる心配は全くないですね。いかに飛ばせないのは多分練習してできる人は、はい、できると思う。これでも入れるのがやっぱり練習しないと難しいです。村田さんでもやっぱ一回じゃできない。できない。はい。なかなか難しい。多分これ、まあ今日は練習するんですけど僕。終わったら。じゃあちょっと補足で。はい。これじゃあまず出せました。はい。まあ多分高くても割といいと思います。うん、正直短ければ。うん、じゃあ何が返っていく？これ出すと正直何で待ってると思います？はい。すごい。ちょっと皆さんも考えてみてもらって。一般レベルだとしたら、はい、もう当てに来ることしかできないとか、あの攻撃できたら、はい、うん、で、まあ、出てくる出てくるの、うん、はい、ハーブロングで、まあ、ギリ通番するぐらい、はい、なので台の中で頂点をドンってかけるボールは来やすいかなと思うんです、一般レベルだと、はい、ただその上のレベルいっちゃうと、そうですね、僕だったら、はい、広角にちょっと怖いけどミスを恐れずに近くドカーンってつくんですよ。ドカーンってつく、はい、もう打ってもいいぐらい、はい、でも処理でしのぎたいみたいな相手は、はい、打ってくるの待ってるけど強く打たれないようにダーンっていきたいです。行きたい。でも つきそうな横いないから今すごい考えてますね。迷うね。すごい迷うね。はい、一緒に考えてみてください。迷うね。じゃあやってみますか。そうだね、出してみましょう。それが一番いい。はい、それがいいと思います。よし、さあ、もうね、ストップで、ストップです。はい、で、もう一回はい、いきなりこれ来たら、とりあえずね、あ、簡単だから、ストップ簡単だから当てるだけでいいやって多分、9割とかあるな。はい、うん、俺多分、こう、なんか戦型とかを知ってたら、はい、おかげと試合やって、こう来て、変なの来たわと思ったら、とりあえずもう、いにしても3球目出せないと思ってってこういうことするけど、でもこれはいきなり絶対できないからまず入れる。はい、うん、正解です。はい、はい、ストップ。まず間違いなくストップきます。絶対来る。はい、相手としてもストップしやすい短いサーブで縦回転にやっぱリスクを負いたくない。そうですね、っていうのがあるので絶対、まあほぼ9割1本目、うん、1本目でしょ。間違いない。間違いなくストップがいます。僕多分試合見てると分かると思うんですけど、この辺にいると思う。自分でストレートサーブ出したらこの辺にいると思う、そのままで、まあ、いいぜ、うんうん、っていうことを、これだから変な話、試合中の1本とか2本しか正直セット間で使うのがポイントで使ったの。そうだね、はい、やっぱ何回も出してるとさっき村田さん言ったみたいにガツンッついたりっていう対策が練れるんですけど、一発目に出されたらまずストップします。そうね、しかも多分ね、回転量とか短さ的にもいいストップがしやすいサーブに見える。そうですね、こうやってやっていけば低く短く変えるみたいな、それが狙いだからね、はい、そっちから、はい、でこっちが狙いを逆転の。そうですね、だからそうですね、あえていいレシーブをさせといて実はそれを狙ってる。狙ってると、うん、一番相手がしやすいのは何かっていうことを考えた結果、うん、あれがストップの待ちのサーブだと、うん、いうことで、サーブだけじゃないんですよね。サーブだけを考えてこのサーブ出してるんじゃなくて、うん、相手が何レシーブしやすいかな、じゃあそれを、ま、待ちましょう、うん、そこまでがサーブだと思ってる。そうですね、ぜひ皆さん、これ確かにこのクオリティ出すとは言わないですけど、
この気持ちじゃなくても短く飛ばないストップがしやすいサーブを出そうと思ってやると結構イメージ湧きやすいので、うんうん、ぜひ、はい、やってみてください。やってみてください。第3弾を楽しみに、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.